皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日も PUBG ニュースネットやっていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。ということでやっていきたいと思います。今日はですね、ニューステートからバトルを始められたよっていう方も結構いらっしゃるんで、まあその方たちのためにもちょっとした設定のお話をしていきたいと思います。皆さんよかったら最後まで見ていってください。さらにね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。ということでやっていきましょう。はい、今日はですね、グラフィック設定についてお話していきたいと思います。はい、グラフィック設定で一番大事なのはフレームレートになってます。はい、フレームレートっていうのは何かっていうと、1秒間の動画が何枚の、画像で構成されているかを示す、単位のことを表しています。はい、つまりどういうことかというと、まあ高ければ高いほど滑らかな動きができて、低ければ低いほどカクカクな動きになってしまいます。はい、ちょっと見ていきますか。はい、実際見ていきましょう。フレームレート低くするとこんな感じ、わかりますか？要するにパラパラ漫画の枚数が少ないバージョンって思ってもらったらいいです。はい、カクカクしてるのわかりますかね。これラグってるわけじゃなくて、単純にフレームレートが低いのでカクカク動いております。はい、じゃあこれを逆に高くしましょう。これを最大にするとどうなるかというと、はい、わかりますか皆さん。すごく滑らかに動いているのがわかると思います。はい、このように違うんですよ。うん、これはゲームプレイにおいてめちゃめちゃ変わってくるんですよね。敵の、動きが滑らかかカクカクかっていうと、やっぱり滑らかな方がそこに打てば当たるんですけど、低いとちょっと瞬間移動しているような感じになっちゃう。うん、まあめちゃめちゃ瞬間移動しないんですけど、ちょっと瞬間移動しているような感じになっちゃうんで、まあしっかりとね、このフレームレートっていうのは一番高く設定をしておくことが一番大事です。はい、でその他のグラフィック画質などはですね、端末がですね、高い画質でやっていると発熱したりすると次はカクついちゃうんですよ。ラグくなったりするんで、なるべくこの画質っていうのは、端末によって変えた方がいいですね。あんまり発熱しないぐらいの、設定にしておいた方が、変なとこでカクついたりしないんで、端末に無理なく、設定していただくといいかなと思います。はい、画面フィルターに関しては好みの問題なんで、まあこれ結構好き好きいろいろ分かれますね。なんていうかな、標準とかコントラストとかにしていくとちょっと濃ゆいんで目が疲れちゃうよっていう方はソフトにしてみたりとか、もう本当に好みの設定なんで、まあ、好きなように皆さん、変えてみてください。はい、ということで、まあこのグラフィック設定ではフレームレートを最大にしてください。最大、うん、端末によりきりですが一番高い設定にしていただくといいと思います。はい、ということでね、このニューステからね、FPS 始められた方にはね、ぜひこういった設定もね、しっかりしていただけると、勝つことがね、できると思うんで、しっかりと、やってみてください。今日はですね、ソロの方やっていこうと思います。なぜノラスクやらないんですかというお話は、うん。まあ、空気を読んでください。はい。ということで、やっていきたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ではやっていきたいと思います。はい、マッチングしました。皆さん今日もよろしくお願いします。今日はですね、ソロでやっていきたいと思います。なぜソロかというと、お察しください。皆さん分かっている、いつも見ていただいている皆さんは分かっていると思います。分からないとおっしゃる方はぜひね、過去の動画を見ていってください。はい、何のこっちゃ分からないかもしれないんですが、見ていってください。よし、やっていきましょう。ということで、私大好きなブッシーちゃんに降りていきたいと思います。さあ、よろしくお願いします。ブッシちゃんに向かって一直線。まあ被るでしょう。まあ被ったとて、被ったとしても私がいただくと。私別名やっぱりルパン4世と言われていたんで、まあしっかりとここで本業の仕事を発揮しつつ、やっていきたいと思います。はい、皆さんよろしくお願いします。何もないですね。で、降りてる方がいらっしゃると。あら、2名もいらっしゃいますね。あらら、2名様いらっしゃるということで。なるほど。しかしね、甘い物資をね、そんなね
簡単には取らせないと。みんなそうですよ。今撃ち合っている。はい、引いていくと、こういうことですね。これがルパン。ルパンはでもね、人を殺しちゃいけないんで、これは良くないことしてしまってましたね。はい、よしよし。まあこのように物資折り、皆さんぜひ参考にやってみてください。まあこういう風にやると物資もいただけますよと言ったところになっております。はい、しかも P90 というね、ぶっ壊れ武器をねいただきましたんで、まあしっかりやっていきましょう。はい、強すぎ。 P90 強すぎ。マンボウ、意味がわからないぐらい強いですね。拾うの難しいんですが、まあ初動ああやってね、みんな油断してる時に拾うといいですね。で、弾はね、購入でしか買えませんので、まあしっかりと注文しておきましょう。この物資ちゃんがね、しっかりと弾をいっぱい持ってきてくれましたんで。で、P90 の弾って軽いんですよね、すごく。すごく軽いので、まあ、いっぱい取っといて問題ないんで、いっぱい取りましょう。どうやら今日はルパンヨッシーを見せた後にスナイパーヨッシーを見せる時が来たようですね。皆さん、どうやらスナイパーヨッシーを見せる時が来た。なかなか誰にも見せていなかったこの姿を見せる時が来るとは思わなかった。はい、ということで皆さんよろしくお願いします。で、なんかしてますね。こんにちは。なんかドアに挟まってる人がいましたね。かわいい。3周ぐらい回ってかわいいですね。3周ぐらい回っていただかないとかわいさっていうのがちょっと実感できないので、一旦3周回っていただいて、そこからの話ですね。さてさて、私はどうしようかな、悩みどころですね。あれはボットラ。ドン。あ、強すぎー。これよね。なんかいる。はい、来た。敵だ。敵がいますね。はい、倒していく。スナイパーライフル、オッケー。まああんまりね、スナイパーライフルでやりっぱなしてるとね、私が撃たれちゃうんで、スナイパーライフル、スナイパーライフル、オッケー。スナイパーライフル、スナイパーライフル、オッケー。敵はいないか。大体ね、どっか隠れてたりするんですね。いませんね。どこにいますかね。あ、走ってますね。走ってますね。走れー。さあ、走っていく。あ、走ってますね。走れ、待てー。はい、引いていく。あら、ラスト1枚ですね。どこに隠れていますかね、最後の1人は。どこかな。あ、バイクいますね。バイク降りました。降りましたね。わあ、危ない危ない危ない。バイカーさんが怒ってるわ。さあ、待ちましょう、ここで。待った方が強いんで。はい、倒していく。はい、ということで、P90 は最強でしたね。はい、ということで、本日はソロで遊んでいきました。よかったら皆さんもソロで遊んでみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ぜひね、次回の動画も見ていってください。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバイ。